選手リングに入場でございます。最初に青木の前より中山選手の入場でございます。450名入りました。後楽園ホール大きく沸きました。さあ福田健吾、そしてランサー中村、フェザー級の1回戦 A 級ボクサー賞金トーナメント、楽しみないきなりの顔合わせです。第10試合 A 級賞金トーナメント6回戦を行います。日本フェザー級第5位福田健吾、21戦して16勝3敗に引き分け、11のノックアウト勝ちがあります。そしてこちらランサー中村、本名は中村道夫、21戦して12勝8敗1引き分け、ノックアウト勝ちは1つ。八尾田さん、はい、福田ランサー、これはフェザー級いきなりこのトーナメント楽しみですね。そうですね、はい。福田君がですね、はい、中村君の左のジャブをどうやってかいくぐれるかですね、はい。これが一番でしょうね。和島さん、はい、どこを注目しましょうか。やっぱりね、健吾、福田健吾はね、健吾が倒すボクシング倒せるかどうかですよね、はい。当然のごとく倒して勝てるかどうかって、まあ、楽しみですね。第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。 A 級ボクサー賞金トーナメントフェザー級の1回戦です。白いトランクス、画面の右側になりました、山向こう側、福田健吾、日本フェザー級の第5位。一方、濃紺のトランクス、黒っぽく映っております方がランサー中村です。ともに現在日本フェザー級チャンピオンの浅川誠二にチャレンジ、ともに敗れました。ランサーは一度チャレンジ失敗、そして福田の方は二度チャレンジして実りませんでした。この賞金トーナメント勝ち上がって、とにかく福田、浅川ともう一度戦いたい、両選手ともに口を揃えて話します。このトーナメントに優勝しますと最優先でそのタイトルチャレンジの道が開かれます。文字通りサバイバルゲーム、サバイバルファイトになりました。両選手ともに立ち上がり積極的に手数を出しております。ランサーの方が身長176センチ長身です。一方福田が170センチリーチ、身長では完全にランサー中村が上回っております。さあ福田が行きました。福田が一つパンチを引っ掛けました。そしてニュートラルコーナーにランサーを詰めていきます。八尾田さん、はい、今日の福田出だしかなり積極的ですね。そうですね、はい、何キロこれ中村君の左を食わないことをね、はい、それを外しながらボディからあごボディからあご行くこと、これを言われておりましたからね、はい、これを確実に守ってること、今あの左のフック打ってロープで飛ばしましたよね、これなんかいいあのタイミングのいい左フックだったですね。右を伸ばしていきました。福田積極的にパンチを出しています。ロープにランサー中村を詰めていきました。和島さん、はい、いきなりこの場内を沸かせるような感じですね。もうね、はい、健吾はあの内へも来てね練習をするんですがね、あの結構言われたこと、言われたことをかなり忠実にね、守ってる感じしてね、これはいい試合ですね。とランサーの右が受け渡りました。とさあ逆に今度は福田が行きます。ただね動きが止まるんですよね、ちょっとこう、ね、膝を使ってろって言うんですけどね、はい、膝をちょっと使っていつでも打てるようにいつでも避けられるようにしてなきゃね。とにかくデビュー以来波に乗りまして、ボクシングアイドルとして女性もそしてボクシングファンの人気も集めました福田。しかし日本タイトル2度のチャレンジは実らず、攻め込まれるとまっすぐ後ろに下がる、あるいは力んでしまった大振りになる、そのあたりの欠点は指摘されておりますが、今日は変身した、あっとこれはスリップです。変身した福田をこのいっぱいのファンの前で見せることができますでしょうか。とにかく今日の福田は積極的です。ランサーは防戦一方といった感じ、かなり顔面が赤くなりました。ニュートラルコーナー付近、ここで第1ラウンド終了です。この第1ラウンド早くも差がつきました。赤コーナーの福田10対9です。
赤コーナー、日本フェザー級第5位、宇佐子ジムの福田健吾です。1968年の7月生まれ、21歳、デビューは17歳でした。21戦して16勝3敗に引き分け、11ノックアウト勝ちがあります。一方、ランサー中村国際ジム、昭和1964年の4月生まれ、25歳です。21戦して12勝8敗1引き分け、ノックアウト勝ちは1つです。八百田さん、はい、こう変身した一回り良くなった福田を期待しているんですが、出だしはいい感じですね。そうですね。ただ和島さんがおっしゃったように、時折棒立ちになりますよね。動きが止まると、この辺はやはり注意しなきゃいけないですね。再三ロープに詰めて打ってて、パッて息を抜いて立っちゃうんですよね。そこを攻められますからね。それはもう十分気をつけなきゃいけないですね。その辺がなければ今日の攻め方はいいんじゃないかなと思いますね。さあ、第2ラウンドに入りました。この A 級ボクサー賞金トーナメントは6ラウンド制で争われます。このペース配分も一つの鍵を握るかもしれません。しかし両選手ともにスタミナの方は心配ありません。十分です。立ち上がりは福田がなかなかいい動きを見せました。和島さん、はい、福田はですね、この世界は結果が出ないといろいろ言われてしまう、自分も分かっているんだけれども、精神的にはかなり辛いですということを言ってましたかね。なるほどね、人気が優先して実力が伴わないと、みんなそういうふうに言いますよね。やはり人気とそのボクシングそのものの実力とこう並行していかないとね。はい、今日が福田健吾にとっては22戦目です。軽くフェイントをかけて距離を詰めようという福田健吾、白いトランクス。一方、ランサー中村の方も立ち上がり、福田の積極的なボクシングにややたじろいた感じがあったんですが、第1ラウンドと比べますと落ち着いた表情に若干戻っているようです。テクニック、スピードは折り紙付きのランサー中村です。第1ラウンド立ち上がりからご覧のように距離を詰めていきます。積極的にパンチを出してまいります福田健吾。左をちょんちょんと伸ばしています。右ランサーの右ストレート、これは福田要注意。一方、ランサー中村、朝川誠二にチャレンジして敗れた時には一時期引退も考えたそうでありますが、もう一度気を取り直して練習を積みました。右ストレートが特に良くなった、自分にもまだまだ磨きをかけるものがありましたという試合前の明るい表情の中村でした。右ストレートを伸ばしていきます。その得意になった右ストレートがどこまで試合で生きるか、この辺りが鍵ですというコメント、中村です。八百田さん、両選手の動きに何か違いが出てきましたか。はい、やはり、まあね、大して変わりはないんですけどね、はい、やはり怖いのは中村君の右ストレートでしょうね。右ストレート、福田ロープにしました。連打ラッシュを見せます福田健吾。しかし和島さん、はい、ランサーもキャリア十分で上手いですよね。そうですね、中村君の上手いところをね、はい、そこを殺さなければいけないんですけども、やはり福田君が戸惑うということが一番ですね。やっぱり膝を使って動いていればいつでも避けられる、いつでも打てるんだという自信があるはずなんですよね、はい、それがどうも動きが止まっちゃうと、やはり中村君にこうねストレートを狙われてる感じしますよね。ここで第2ラウンドが終了しました。このラウンドは八百田さんの採点ですと10対10です。さて、6ラウンド制の賞金トーナメント第3ラウンド中盤とお伝えしていいと思います。おっと、この辺りはファイトをむき出しにしております。森田君が分けます。さあ、ここは余裕を見せているのか、あるいは相手を戸惑わせようという福田の作戦なのか、面白い動きを見せました。ステップを踏みました。和島さん、はい、今の福田の動きご覧になってどんな印象を受けました。ああいうね、上原寺もね、はい、自分の自信かなと思うんですけども、あれでもって何とかチャンスをつかもうなんてケチな考えを重すなって僕は言うんですよね。なるほど。それはあくまでも相手の精神状態をちょっと調べるだけだって、そんなもの何も言い上げてたんだと、そういうことを言いながらやるということはやっぱり余裕少しは出てきたのかもしれませんね。はい、
第3ラウンド、まもなく1分を経過いたします。この賞金トーナメント激戦のフェザー級です。いきなり福田対ダンサー中村、好カードになりました。飛び込んだの左のボディは福田健吾です。八尾田さん、はい、ダンサーもノックアウト率は低いんですが、タイミングのいいパンチを打ちますんでね、そうそう、ミノアッパーでもね、はい、ストレートでもいいタイミングのいいやつを打ちますからね。今日はね、福田君のいいのはね、左のフックがね、はい、よく顔面決めてますね。これはいいですね。ダンサーが大きいだけにね、ちょうどタイミングがよく当たるんですよね。両選手の身長の差は6センチあります。ランサーが上回っております。しかし福田の方は今日の試合に備えて長身の選手相手にかなりのスパーリングを積んでまいりました。両選手ともにかなり顔面が赤くなってまいりました。第3ラウンドです。あ、さあ、いいですね。右フックを返しました。左のフックから右、福田健吾。和島さん、はい、思わずいいですね。あっと、ここはランサーが反撃。ランサー反撃です。もっと体を振ってね、ローリングしなきゃダメなんですよね。肩を入れてガカーンと肩で打たなきゃダメなんですけどね。これまでの試合で福田はどうもパンチを受けるとカットなって動きが止まる、そういった欠点を指摘されていましたが、もっとこの辺りでランサーが小さなパンチを伸ばしていきます。福田は盛んに上半身を打っておりますが、足の方はほぼベタ足状態です。距離を詰めます福田。さあ、ランサーが手数では完全に圧倒されているランサーですが、時折ポポーンとタイミングのいいパンチを出してまいります。残りが10秒になりました。第3ラウンドです。ランサーはここで第3ラウンドが終了しました。このラウンドは八幡さんの採点ですと10対9、青コーナーのランサー中村です。さて、こちら青コーナーのランサー中村です。和島さん、はい、ランサーもなかなかいいパンチ出してくるし、福田もあれですね、油断できないし、ちょっと第3ラウンドあたり動き変わってきましたね。ね、福田君がパンチを少しミスると中村君はどんどん来るでしょう。はい、こういうのがやっぱり素晴らしいんですよね。福田君はわざとミスておいて相手に打たしておいてガンガンといけるぐらいの余裕があればいいんですけどね、それがやはり今のところはまだないみたいだね。相手のパンチを打たしておいて避けて打つようでないとね。さあ、試合は後半に入ります。先ほど10対9でランサー中村と申し上げましたが、岩田さんの採点は10対9で赤コーナーの福田という採点です。ここまで2ポイント福田がダンサーからリードを奪っております。八尾田さん、はい、この福田についていろいろトレーニングでアドバイスを送ったと思うんですけど、今のこの場面の福田についてはどんなアドバイスを送りたいですか。そうですね、手打ちになっていることね、まずね、腰がパンチが腰に入らないんですよね、はい、そのためにね、当たっても大して効いてないということね。これはもう福田君はね、大体思い切り打つ選手ですからね、腰の回転があるはずなんですけどね、試合リングに上がるといつもそうなんですよね。あ、なるほど。それから会長が先ほどおっしゃってた通り、リングに上がると、はい、もう分からなくなると、はい、確かにそうですね。相手のね、打ってくるものがね、分からないっていうのがね、一番いけないんですよね、はい、時折ランサー中村がポンポーンとキレのいいパンチを伸ばしてまいります。和島さん、はい、パンチの時の腰の入り具合については何度もこの番組で和田さんの口からいろいろ聞いてますけれども、今日の福田やはりそういった欠点ありますか。ね、パンチはね、入りすぎちゃいかんですよね。だって先に腰から入って肩が回らないといけないんですよね、はい、それがどうも今手打ちになってますよね。福田の話によりますと、いつも周りからもっと冷静に試合を進めろ、カッとなるなというふうに言われるそうなんですが、自分ではリングではかなり冷静に戦っているつもりですと、そういったコメントでした。あっと、この辺りはランサーのパンチです。顔面を狙いました。ポンポンと当たっています。
左のショートアッパーランサー中村、福田が距離を詰めます。試合は後半です。第4ラウンド、足が出ないですね。さあ福田の連打、福田顔面連打、またリングの中央に戻りました。さあ福田健吾、残りは30秒です。第4ラウンド、場内は福田のノックアウトシーンを期待しています。しかしこの辺りランサーもキャリア十分、小さなパンチはランサー、福田が手数では完全に上回っています。手数では圧倒しています福田。赤コーナーからは福田サイドからもっとスピードをつけろといったセカンドからの指示が飛んでおります。ニュートラルコーナー、さあ福田が相手を追い詰めた。ここで第4ラウンド終了です。このラウンドも10対9、赤コーナーの福田です。さあ第5、第6ラウンド、2つのラウンドを残すのみとなりました。フェザー級 A 級ボクサー賞金トーナメント、ポイントでは福田健吾がランサー中村を圧倒しています。右ストレート、ランサー中村です。そして左のアッパーです。ボディへ叩き込みましたランサー中村。また例によって福田が体を密着させていきます。和島さん、はい、私たちの目から見るとですね、いわゆる、はい、まあ、パンチのキレというんですか、そういったものが福田にあればなと素人目で思うんですけれども、いやそれはね、要するにキレなんですよね。ガカッガカッとキレがやっぱりないんですよね。もう少し、そうなんですよ、ああいうパンチなんですよ、はい、それですぐウィーディングできればいいんですよね。相手の反撃を食っちゃダメなんですね。とかく試合になると力んでしまってカッとなる、そういった話を周りから聞かされます福田健吾。今日の福田はどんな心理状態、どんな気持ちでこのリングでパンチを出しているんでしょうか。さあまたニュートラルコーナーにランサー中村を詰めていきました。八幡さん、はい、こうあの福田が攻め込むシーンというのはもう何度もあるんですがね、結局ね、芯があってもね、はい、体上半身が前のめりになってるでしょ、はい、だから打ってもねパンチにならないわけですよね、はい、ただ手を出してるに過ぎないわけですよね。この辺を直さなきゃいけないんですけどね、練習の時はねよくそれをやってるんですよ。しかし試合になるとやはりできないですね。やはりボクシングも難しいところかもしれないですね。それはあの、はい、大振りしてはいけないと考えすぎてるわけではないですかね。それはないですね。あ、なるほど。ちょっとこの回ね右のストレート打たれすぎますね。そうですね、この辺でウィービングしなければいけないんですよね、攻めるんだったら。はい、手数はさほど目立ちませんがランサーがタイミングのいいパンチをポンポンと伸ばしてまいります。特に右ストレートにこのところ磨きがかかりましたランサー中村です。残りが1分を切りました。第5ラウンド、ランサーが小さなパンチ顔面です。また顔面にパンチを見舞います。ランサーそして足を使います。左へと回ります。中村君にねこの戦法を取られると福田君は苦しいですよ。追っていく足がないですからね。はい、ランサーが時折現在もこのように軽快に足を使っておりますが足が目立つようになりました。軽快にフットワークを使います。さあその動きを止めました福田健吾、ロープに相手を詰めています。残りが10秒を切った第5ラウンド、ここで第5ラウンドが終了しました。このラウンドは八幡さんの採点ですと10対10イーブンです。青コーナーのランサー中村、去年の10月兵庫県で日本フェザー級チャンピオンの浅川誠二に挑戦しました。押し気味に試合を進めていたんですが左フックをもらって結局右フック、これを食らいまして3ラウンド2分41秒ノックアウト負け。それ以後ブランクがあります。一時は引退も考えたというランサー中村です。
とにかくもう一度浅川と戦いたい、福田と同じように口を揃えて同じコメントを吐きます。さあそして福田健吾、ポイントでは福田がリードしています。しかし残るこの最終ラウンド、ダンサーも勝負をかけてまいります。さあファイナルラウンド第6ラウンドです。皆さん、はい、両選手に今どんな言葉を送りたいですか。いやもうね、全然勢力を突き果たして言いたいけどもね、やっぱりあの今一番気をつけるのは福田君に気をつけろよって言いたいよね。気をつけろ、もう相手はもう攻めて打ってきますよ。右ストレート怖いですよ。さあ福田がパンチを出していきます。太田さんも先ほどからこうじっと見ていますけれども、福田に何かを言いたいのか、ランサーに何かを言いたいのか、どうでしょうね。いや福田君にはね、もっと腰を落としてね、いけって言いたいですね、どうしても腰が高いでしょう。だからロープを強めていってもね、ちょっと首を引っ掛けられると 前のめりになるわけですよね、あの辺で腰を落としてれば絶対ならないですからね、攻めやすいしね。我々の目から見ても若干こう膝が硬いかなという印象はあります、ですからね、打たれると脆いんですよね。さあそれにしても福田健吾必死の戦いぶり、一方ランサー中村も最後の力を振り絞ります。フェザー級の A 級ボクサー賞金トーナメント最終ラウンド、ちょうど半分を経過いたします。ポイントではここまで福田健吾リード、しかしランサーもタイミングのいいパンチを持っています。右のショートアッパー福田がこの辺りは顔面へ小さなパンチ下から突き上げます。この辺なんですよね、攻めていくとこ行く姿勢がねどうしても高いんですよね、ですからカウンターを打てる選手にはねもってこいな選手ですよ。ああそうですか、さあ残り1分最終ラウンド、中村君もね、福田君あのアッパーをよくもらうでしょう、あれもらうというのはね、体が全然動いてない証拠なんですよ。ウィービングでね、さっさと動いてればね、あんなパンチ打とうと思わない相手が。なるほど、止まっちゃうからなんですよね。まあそれだけランサーの相手の目から見ると隙があるという格好に福田のその、姿勢が見えているんでしょう。そうだと思います。さあ連打できます。さあ顔面へパンチをまとめてもらいたい福田健吾。さあ場内が沸いた、場内はノックアウトシーンを期待しています。さあ両選手ともに力を振り絞ります。残りが20秒になります。最終ラウンド残りがない。さあここまでポイントでは福田がリード、しかしランサー中村も力を振り絞る。ちらっと時計を見上げたランサー中村、残りが10秒になりました。福田が青コーナーに詰めていった、残りが5秒、最終ラウンドです。連打、福田が連打、福田が連打、福田が圧倒する、福田が攻め込む。ここで最終ラウンド、最終ラウンド終了のゴングが鳴りました。最終ラウンド矢田さんの採点は10対10とイーブンと出ました。両選手ともに力を出し切りました。今どっかりと椅子に腰を下ろした福田健吾、矢田さんの採点ですと福田がリード。いや疲れた表情を見せた福田健吾、今ジャッジペーパーが集められております。矢田さん、はい、これはポイントで福田ということにやはりなりますかね。そう思いますね。スリーポイント矢田さんの採点ですと、私はスリーポイントぐらい取ってるんじゃないかな、福田リードです。赤コーナーの福田健吾、 A 級ボクサー賞金トーナメント1回戦突破です。とにかく動き回りました、力を出し尽くしました福田健吾です。これで2回戦進出です。優勝に向けてまず第一歩を踏み出しました。さあ矢板さん、勝ちました福田健吾ですけれども、これからの今後の福田にコメントいただきましょう。そうですね、どうしても攻める時の、腰が高いということね、そのためにあの手打ちになりすぎると腰の回転がないですからね、そうするとパンチがいかない、あの生きないわけですよね。それをまず直すことですね。
さてお待たせいたしました、永久ボクサー賞金トーナメント注目のボクサーが続々と登場いたします。まずは福田健吾の登場です。松本浩二との準決勝です。さて、A 級ボクサー賞金トーナメントフェザー級の準決勝です。日本フェザー級第4位美佐子ジムの福田健吾、赤コーナーそして青コーナー、ご覧の選手が日本フェザー級第3位松本浩二、米倉ジムです。裁きますのは内田正和レフリーです。画面の右側、福田健吾、愛媛県松山市出身の22歳、松本浩二、横浜市出身の20歳。さあ、A級ボクサー賞金トーナメントフェザー級準決勝、第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。オレンジのトランクス、おなじみの福田健吾です。今日がプロ23戦目、そして黒いトランクス、サウスポースタイルが松本浩二、今日がプロ8戦目です。さて八百田さん、はい、注目の福田、そして息のいい松本、楽しみな対戦になりましたね。そうですね。これで福田君はサウスポーでやるのはプロで 2戦目ですか、これがね、はい、今日が23戦目ですが、過去にサウスポーと対戦したのは福田は4回戦時代、グリーンスタジムの林選手と対戦したんですが、その時には文句なくノックアウトで下しております。しかし久しぶりのサウスポーとの対戦です。和島さん、はい、福田健吾がですね、その息のいい健吾らしいボクシングを見せてくれるんでしょうか。あのねやっぱりあのサウスポーとやるときにはね、やっぱり右がどれほどうまくスッと出せるかですよね。右は得意だから本当は有利なはずなんですけどね、はい、ワイルドになったら、力入るとワイルドになりますから、ストンとこう右を出せればね、かなりあの有利だと思いますよ。ともに身長は170センチ、22歳の福田健吾は初めて、日本人ボクサー相手としては初めて年下の選手と対戦することになりました。それもサウスポースタイル、松本浩二です。ちょっと力入りますね、福田君はね、このところの福田健吾は苦しいリングが続いております。日本フェザー級のチャンピオン浅川誠二に2度チャレンジしてタイトル奪取ならず、この A 級ボクサー賞金トーナメントはぜひとも勝って、もう一度その浅川とグラブを交えたいという福田健吾、引退をかけるぐらいのつもりでリングに登場しますという22歳福田健吾です。身を伸ばしていきました、追い詰めようという福田、オレンジのトランクス。一方の松本浩二、20歳、今日がプロ8戦目ですが、試合前に話し事を聞きましても、非常に落ち着いた余裕のある表情でした。いい打ち合いです。左をついていった福田健吾。健吾のね、はい、心配するところはね、チャンスの時だからこそ力を抜かなきゃいけないんですよ。それがチャンスの時には思いっきり力入っちゃうんですよね。そうするとそのチャンスを逃してしまうところがあのものすごく大きいんですよね。福田はデビュー以来6連勝、その後1敗したんですが、その後1分けを挟んでまた9連勝、一時は波に乗って向かうところ敵なしという格好でした。しかしその福田の前に立ち上がったのが浅川誠二、現在日本フェザー級のチャンピオンです。さあ体を入れ替えた松本、八尾田さん、はい、トップで第1ラウンド終了しました。第1ラウンド終了です。さてこちらが福田健吾、美佐子ジム、日本フェザー級第4位です。22歳、昭和43年生まれ、22戦して17勝3敗に引き分け、11のノックアウト勝ちがあります。一方の青コーナー、日本フェザー級第3位松本浩二、米倉ジムです。昭和44年生まれの20歳、今日まで7戦して6勝1敗、ノックアウト勝ちは2つです。
ともに準々決勝では判定で勝ち上がりまして今日の準決勝となっております。ボクシングアイドルのその風貌から戦う男の顔に変わってまいりました福田健吾です。22歳になりました。さて第2ラウンドが開始されました A 級ボクサー賞金トーナメントフェザー級の準決勝、八百田さん、はい、福田がパンチを出すときに体が硬くなるということは再三指摘されておりますが、はいはい、今日はどうでしょう。やはり力入れすぎてますね。ですから右のストレートよりフックになってますね。フックがね、うまく腰が回転すればいいんですけどね、手打ちの傾向が強いですね。右を伸ばしていった今の右のストレートね、はい、さっき和島さんが言ったポンと出す右のストレート、これが出ればいいんですよ ね。そうですね。福田健吾は勝ち続けているときには考える前にパンチが出ていた、しかしこのところパンチを出す前に考えてしまう、勝っての自分を取り戻したいという試合前の話です。ただね、松本君がね、はい、うまく試合を運んでますよね。冷静に冷静に相手が勝ってきたところにね乗らないことね、はい、松本の方はサウスポースタイル、それほどノックアウト率は高いわけではないんですが、うまみのある、まあ、プロで今日が8戦目ですが、うん、なるほど、アマチュアでキャリアを積んでいるだけはあるなという感じがいたします。横浜の横浜高校でアマチュアボクシングの経験があります。あの WBC ストロー級チャンピオンの大橋秀幸選手の横浜高校での5年後輩になります。と左を返しました松本です。福田健吾の顔が若干赤みを増してまいりました。体を入れ替えた松本、接近戦です。第2ラウンド残りが間もなく1分です。福田君はね、はい、松本君の KO 率だけでね、KO 率だけで甘いパンチを甘く見るとね、もう大変なことになりますよ。やっぱり右フックを松本君思い切り打ったらパンチありますからね。福田健吾は今日の相手松本については綺麗なボクシングをするけれども怖い感じはしない、やりにくい相手ではないというふうに話してくれました。しかしなかなか落ち着いた試合運びを見せる松本です。身を伸ばした福田、福田の方がこれまでプロで22戦、松本はまだ7戦しかしておりません。ボディーブローです。松本、福田が左を伸ばしました。福田君はね、はい、松本君が空振りしたところをさっと攻めるぐらい の手が必要なんです。本当はね、どうもちょっと待ってますよね。ああなるほど、ええ、さあここで距離を詰める福田ですが、体を入れ替えました松本、下から突き上げる福田、ボディを攻めます。ここで第2ラウンド終了。このラウンドは1ラウンドについて八幡さんの採点は10対10です。一方の松本、今日がプロ8戦目、なかなか試合前は落ち着いた表情を見せました。さて第3ラウンドです。八百田さん、はい、1、2ラウンド八幡さんの採点ですと10対10ともに、はい、まあイーブンという格好ですが、どちらがペースをつかむというところまでまだ行ってないですね。そうですね、どちらかというと松本君の方がうまい試合運びをしてますね。なるほど、はい、松本浩二の方はこれまで6勝1敗という成績ですが、周りの人間からどうもお前の試合は面白くない、もうちょっと爪をうまくしろと、そういうふうに言われることがあるそうです。ダウンを奪ってもなかなかフィニッシュまでは持っていけないというふうに試合前に話した松本、左ストレート、松本の左ストレート、また左を伸ばします松本。和島さん、はい、松本の方がこうペースをつかみつつありますか。松本君の方がね、はい、力をね、福田君よりも半分で試合してますよね。半分の力で持って試合してます。だからもう少し福田君はね、膝を使ってウィービングをしなきゃダメですね。ウィービングをするとパンチを避けてそれで自分を打てるんですけどね。
動いてないから打つときはもう一からになりますから。今回は特にスパーリングはそう多めにはしないでシャドーボクシングを増やしたという福田、タイミングとリズム感を大事にしたいという話だったんですが、それほど目立った足はここまで使っておりません。右を伸ばしたがこれは距離がある福田。さあ小さなパンチ福田、松本が距離を取ります。場内からは松本浩二の浩二コール、そして健吾コールが同時に起こっております。今日は3000人入りました超満員の後楽園ホールです。左を伸ばした福田、これはスピードがある。試合は第3ラウンドです。ここまではほぼ互角の展開。福田君もね、はい、力を入れたら手数は出ないんだということをよく知ってるはずなんですよね。これで敵勝率も悪いし、でもどうも打つとき力入っちゃいますね。あっと左、松本の左。さあ福田がパンチを振った、松本チャンス。福田が体を入れ替えます。松本が行きます、右を振った、パンチが福田の顔面、そしてボディを捉えます。さあ福田苦しい、福田苦しい、福田も反撃、福田健吾反撃。さあどうか、福田反撃なるか、体を入れ替えた。松本がなかなかいいパンチを見せました。場内からは健吾コール、そして浩二コール、両選手の名前が呼ばれております。松本がパンチを見せれば福田が反撃する格好になりました。残りがほとんどなくなった第3ラウンド、松本がなかなかキレのいいパンチを見せました。接近戦、福田は小さなパンチ、松本の右。ここで第3ラウンドが終了しました。このラウンドは差がついております。岩田さんの採点は10対9、青コーナー松本です。八尾田さん、はい、松本があのキレのいいパンチ見せましたね。そうですね、左のストレート、右のフックね、はい、この時ね、福田君がね、はい、ちょっとねインファイトに出ようとしたんですよね、できるんですよね。その時出たんですよね、出たけどうまく松本君に右のフックでかわされましてね、失敗に終わったと思うんですよね。これなんかをね、僕はあの得得してるんじゃないかなと思うんですよね。自分がこういう風な戦いじゃダメだということでね、離れてて戦ったらダメだと、もっとくっつかなきゃいけないということでね、あるいは接近戦に出るかもしれないし、ただね上半身に力が入りすぎてね、体が前伸びになりますよね。さて試合は後半第4ラウンドに入りました。第3ラウンド、松本がなかなかいいパンチを見せました。フェザー級の準決勝です。 A 級ボクサー賞金トーナメント大詰めに差し掛かってまいりました。和島さん、はい、福田とすれば先ほどのいいパンチをちょっともらいましてね。そうですね、やっぱりあのインサイドから軽くトン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 出てくるあれもらっちゃうんですよね。そうすると今度福田君はよし大きなパンチを外当てて挽回してやろうと思うんですよ、はい、左ダメなんですよ。松本の左が福田の顔面を捉えました。ボディーブローは松本、松本浩二の方は特に自分には得意なパンチはありません、タイミングよく当たれば相手は倒れてくれますという強気のコメント。今いい左が福田の顔面を捉えました。さあ福田の右、松本も右を返します。八尾田さん、はい、福田もこう動こう動こうという動きが見えるんですよね。あのね、接近してね、はい、アッパー打ってるでしょ、これでいいんですよ。これ思いっきりね打てばできるんですからね、はい、逆にね離れてねストレートを思いっきり打つよりは僕はいいと思うんですよね。相手が接近するの嫌がってますからね。なるほど、試合開始直後から松本は距離を取ろうということで足を使ってまいります。松本のパンチ左です。また左を引かせました松本、これは左のダブル。体の、ね、腰の回転がない、はい、ないんですよね。体を前に持っていってるんですよね、右のストレートを打った時。はい、
こう上半身にゆとりを持たせてリズム感を持つようにという練習を積んでまいりました福田ですが、その効果がなかなか見られない格好になりました。残り1分を切った。そしたらパンチの応酬です。松本パンチ下から突き上げる。いきなり身を伸ばしていきました福田。福田君はね、はい、やっぱりパンチを肩で打ってないんですよね。全身で打っちゃってるんですよね。肩で打たなきゃダメなんですね。どうも全部体が回っちゃってますよね。よく和島さんのおっしゃる肩を回して打つようなパンチということなんでしょうか。そうです。それで腰が回らないんです。それが一緒に腰も回ってしまってるんですね。だから力入りすぎてる感じあるんですね。さあ福田健吾苦しくなりました。さあ松本パンチ、よくパンチが伸びていきます。松本下から突き上げる。松本、さあ福田も応戦。小さなパンチです。ここで第4ラウンド終了しました。このラウンドも八幡さんの採点は10対9、青コーナー松本です。浩二、今日がプロ8戦目です。さてこちらは福田健吾、第5ラウンドを迎えます。さあ場内が熱気をさらに増してまいりました。試合は第5ラウンドです。八百田さん、はい、福田がこう活路を見出すとすればどのあたりなんでしょうか。やはりね、手数ですよね。手数が出ないでしょ、ね、それとね、この選手の持ち味があるね、キビキビした動きができないということね。練習の時には非常にキビキビした動きができる福田なんです。ね、その練習とね、試合が全然違うんですよね。やっぱり福田君はね、膝が動いてないですよね。膝が動いてないからパンチをまともに振っちゃいますよ。先ほど第3ラウンドあたりから松本の左のパンチが福田の顔面を捉えるシーンがかなり見られるようになりました。松本が体を入れ替えます。バランスを崩した福田、左のボディーブロー松本です。距離を詰めます福田。とにかく今日は本能を抑えるということをしないで、勝って自分が持っていた動物的な動きを取り戻してみたい、チャレンジしてみたいという福田健吾です。気持ちがね、流行って、それに体がついていかないんですよね。松本の右、松本が小さなパンチ、キレのいいパンチで応酬してまいります。左、また松本です。やはり八百田さん、はい、福田やはりサウスポーもあまり慣れていないということもあるんですかね。それはないと思いますけどね。かなり松本の左が福田の顔面を捉え始めました。しかし距離を詰めようという福田健吾です。左、いや右当たりました松本。もう一つ右、ここまでポイントでは松本がややリードしております。フェザー級の準決勝です。22歳の福田健吾、しかしプロのキャリアはここまで22戦あります。福田君はね、はい、接近したら脇を締めて肩をゴッゴッゴッと回せばいくらでもパンチ当たるんですよね。それワイルドになってしまうから当たらなくなっちゃうんですね。松本が右を引っ掛けました。ボディーブローは福田、しかしこのあたり松本もボディを返してきます。右のフック、右当たった松本。福田が追います。第5ラウンド間もなく終了です。福田健吾、苦しい試合になりました。ここで第5ラウンド終了です。八百田さんの採点はこのラウンド10対9松本です。ここまで十分に持ち味を発揮しております松本浩二。準々決勝では花形ジムの高倉貴則を判定で下してこの準決勝に勝ち上がりました。普段の生活は右利きなんですがボクシングだけサウスポースタイル。
サウスポーにしたのが成功かどうか、チャンピオンになるかどうかで決まりますという松本浩二です。これが八幡さん、先ほどのシーンなんですがね、はい、よくね、動きながら左を使ったり右をフック打ったり、うまく相手をあしらってますよね。相手が焦って前に出てくるところをね、カウンターを打ったり逃げ回ってあしらったり、うまく戦ってますよね。さて福田健吾が勢いよくコーナーを飛び出してまいりました。最終ラウンドです。最終ラウンド、ここまで福田は、思いっきり打てるってことができないんですよね。さあ最終ラウンド、ポイントでは黒いトランクスの松本がここまでリード。福田健吾はこの第6ラウンド3分間にかけます。最終ラウンドです。決勝進出はここまで苦しい展開の福田健吾か、あるいは松本浩二20歳か。福田君はね、はい、このラウンド倒さなかったら勝てないと分かってますよね。そうですね。それで松本君が逃げてくればいいんだけども、向かってくるとこれは福田君も大変難しくなりますよね。ここまで八幡さんの採点ですと3ポイント松本がリード。福田としますとこのラウンドで倒すしか勝つ道は残されておりません。この中にね、今接近戦で言ってますよね、この中に思い切ったね、パンチをね、当たると思った時にね、思い切り打つことね、これがないんですよね。練習の力が 50% 出れば勝てるでしょうという福田健吾セコンド陣の話がありました。ここまでその練習の成果が何パーセント出ているのか。福田健吾接近戦です、接近戦です。福田が積極的にパンチを出してまいります。左を返した松本、距離を詰めます福田。残りが半分になりました。最終ラウンドです。接近戦、しかし松本もひるみません。福田とすればポイントを上げるようなクリーンヒット、それが欲しい。しかしこのラウンドで倒さなければ福田の勝つ道はもうありません。ポイントでは松本リード。少しね、はい、少し離れて右ストレートまっすぐぐしゃんと打ったら必ず当たるんですよ、サウスポーっていうのは。それを逆に松本君にやられてますよね。なるほど。さあ接近戦、両選手ともにほとんど足が止まりました。離れ際右を振るったのは松本浩二。さあ福田健吾苦しくなりました。残りが間もなく30秒。松本もかなり疲れましたが、この辺りはパンチを出してまいります。決してひるむことはありません。さあ福田が行くか。残りが20秒になりました。福田後がない。松本は上半身を揺すってまた体を密着させていきました。身を振った松本、福田も下から突き上げます。さあ場内3000人のお客さんからは松本浩二の浩二コール、そして福田健吾の健吾コール、このコールが交錯するその中を最終ラウンド終了のゴングです。最終ラウンド終了しました。このラウンドは八幡さんの採点は10対10です。場内のお客さんがふーっと息をつくような試合終了のゴングでありました。松本浩二そして福田健吾、6ラウンド力を出し尽くしました。フェザー級の準決勝、採点でいきますと松本が優勢です。フェザー級 A 級ボクサー賞金トーナメント、松本浩二福田健吾を破って決勝進出です。福田健吾黒星です。さて矢田さん、はい、この試合振り返っていただきましょうか。やはりいつも福田君に言ってることはなんですけどね、何しろ力が入りすぎるというとね、パンチを打つということが先になって腰の回転も何もないと、それで泳がされてそこを打たれると、それのやりかい、繰り返しですよね。これが一番この選手のね、試合と練習と試合と全然違うということね、これが欲しいですね。
ランキング1位2位の渡辺貴、松本浩二の願ってもない顔合わせとなりました。まもなく両選手がリングに登場いたします。両選手リングの入場です。この松本浩二がフェザー級の第2位、そして一方青コーナーの渡辺司、こちらはフェザー級の第1位にランクされております。最後の試合、A 級トーナメントフェザー級決勝8回戦を行います。赤コーナー現フェザー級2位126ポイント、21歳松本浩二、身長170センチ。青コーナー日本フェザー級1位126点の壁富士宝石所属渡辺司。日本フェザー級第1位にランク169センチ、渡辺司、壁富士宝石、21歳です。内田正和がこの試合をさばきます。さて八百田さん、はい、1位2位のこれは素晴らしい顔合わせになりましたね。そうですね、いい試合ですね、さあこちらサウスポースタイルの松本、こちらが2位です。そして第1位は渡辺司、両選手気合が入ります。第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。フェザー級の A 級ボクサー賞金トーナメント決勝です。サウスポースタイル、白いトランクス、ピンクのラインが入っております方が松本浩二、一方黒いトランクス、赤いベルトラインが渡辺司です。和島さん、はい、これはあのお客さんも我々もこうワクワクするような対戦ですね。そうですね、やっぱりあの松本君はアマチュアから上がってきて、プロで活躍しているということで、やはりあの渡辺君のパンチ力をなんか失ってしまうんじゃないかと、はい、みんなあのファンの人は思っていると思いますね。今お話がありましたが、画面の右側、松本浩二、神奈川県の横浜高校でアマチュアボクシングのキャリアを積んでおります。両選手ともに21歳、これから2人のフェザー級のこの両選手の対戦になりました。身をちょんと伸ばしますサウスポースタイルの松本浩二、渡辺司、得意なパンチは右のストレート、サウスポーのこの松本に対してその右のストレートがどこでどう威力を発揮してまいりますか。そのストレートをボディに叩き込もうという渡辺、右のストレート、渡辺の方は今日の相手サウスポーの松本に対しては、まあ、サウスポーは得意でも苦手でもありません、ただしこれまでのサウスポーとの試合はあまり振り返りたくありませんというコメントでした。画面の左側、渡辺司です。八重田さん、この両選手の試合の分かれ目ですね、はい、どのあたりがこう分かれ目になりましたね。渡辺君のかかとが右のストレート、この球が右のストレートね、これが決まれば渡辺君、そういう方は打たれ弱いんですよね、渡辺君は。そうですね、はい、今左を伸ばしました松本ですからね、松本君が右のフックしたりと左のストレート、これをうまく決めれば松本と、はい、おそらくね、僕はあのどちらも KO で決まるんじゃないかなという感じを受けますね。そうですか、はい、この決勝8ラウンド制で行われますが、さあどういった結末が待っているんでしょうか。和島さん、はい、和島さんは勝敗の分かれ目はどのあたりでご覧になりますか。やっぱりね、このあの左と右というのはどうもね、あの右ストレートね、はい、お互いにやはりあのサウスポーは左ストレートね、これをいかにうまく使うかなんですけども、なかなか松本君も行きがいいですね。右のストレートボディに叩き込みます渡辺、この開始早々から超満員の後楽園ホールが非常に盛り上がってまいりました。左から右、渡辺司、松本はガードをがっちりと上げています。今身を振るったサウスポースタイルの松本、ここで第
第1ラウンドが終了しました。第1ラウンドの対戦は10対10と出ています。こちら日本フェザー級第2位松本浩二21歳です。発戦して7勝1敗2つのノックアウト勝ちがあります。神奈川県の横浜市出身です。さて一方のフェザー級第1位の渡辺司、こちらも21歳、14戦して11勝1敗に引き分け8つノックアウト勝ちがあります。新潟県の六日町出身です。渡辺の方は準決勝で神戸ジムの杉山正弘を接戦の末下して決勝進出です。一方松本の方はあの福田健吾を下してこの決勝まで勝ち上がってまいりました。これから第2ラウンドです。さあ八百田さんね、10対10と第1ラウンド最初に出ましたが、はい、こう両選手ともに持ち味をこう今にも出しそうなそういう感じですね。そうですね、盛んに渡辺の方が右のストレートボディを狙うというシーンが見られます。右のストレート十分に松本の方もあの右ストレートは警戒しますという試合前のコメントでしたが、その右ストレート渡辺の右ストレートをどうさばいてまいりますか。いきなり右を放ちました渡辺。ここは松本がサウスポー、右の足が前に出た格好で構えます。一方のオーソドックススタイル渡辺です。両選手のこの足がリングボールでぶつかるようなシーンが目立ちます。レフリーがちょっと注意を与えました。右を振るいます松本。左を突き渡辺、そして右のストレート、松本の上半身うっすらと汗がにじんでまいりました。その汗が正面に光ります。左のストレートボディ松本接近戦です。体を入れ替えました渡辺。松本君はね、KO 率は少ないんですけどね、はい、やっぱり決勝ともなると、ね、思い切っておいてきますからね、渡辺君、気をつけなきゃダメですね、もう肩回し、いいパンチ打ってますよ。左のストレート、ボディは松本。松本の方は、とにかくゲームを押し切りに試合を進めていても、けがで上回っていても、あの右ストレート一発で逆転を食うことがある、このあたりは十分に注意しますという話でした。松本の手数、そしてうまさ、渡辺の得意の右ストレート、そのあたりがこれからどう展開してまいりますか。このフェザー級の決勝戦、現在は第2ラウンド。これは右の相打ちのような格好になりました。ポイントをかけて左から入っていった渡辺。左のストレート、これは距離がある。ストレートを1回伸ばした松本、スリル感が触れる緊張感のあるゲーム展開になりました。フェザー級の決勝戦です。ここで第2ラウンドが終了です。このラウンドも互角、八百田さんの対戦は10対10と出ています。昭和63年度のフェザー級東日本新人王です。デビュー以来4試合連続の1ラウンドノックアウト勝ち、これは鮮やかでした。その後全日本新人王決勝戦、ここで1敗を喫したんですが勢いは止まりませんでした。1分けを挟んで7連勝中です。現在はランキング1位まで上り詰めました。さあ第3ラウンドです。ここまで岩田さんの対戦は1、2ラウンドともに10対10の互角。右のストレート一発伸ばしたのは渡辺です。
どうなんですか、岩田さん、はい、今まで積極性でいうと、まあ、渡辺の方がこう積極的ですかね。先手先手を取るのは渡辺君なんですね。ただ松本君っても上手いですからね、はい、意外と相手が入ってくるの右のフックで回ったり左のストレートを止めたりしますからね、はい。そういえば松本の上手さという点では準決勝で当たったあの注目ボクサー福田健吾、結局はうまくうまく攻めてきましたね。右のフック左のストレートを決めましてね、はい、ぐるぐる回して相手を回すということね。和島さん、はい、両選手の戦いぶり変化がありますか。あのね、やはりあの渡辺君の方はね、どんどん攻めてやっぱりもう俺が優先権を取るぞという感じですよね、はい、もう少し、松本君はもっとあの右をもっとフルに使わないと、渡辺君が攻めてくると必ず両手でカバーするでしょう、はい、あれがやはりダメなんですね。片方でカバーして片方で打たなきゃダメですよね。こう守り一辺倒だと、そうなんです、なかなかね、自分が打つ時に相手いなくなっちゃうんですね、はい。渡辺司、画面の右側がフェザー級1位、そして2位のサウスポースタイル松本、この決勝に勝った方には賞金とともにこの後タイトルチャレンジというチャンスが巡ってまいります。現在フェザー級チャンピオンは浅川誠二、なかなか強いチャンピオンでもあります。そのチャレンジ権をかけて今日の決勝です。左を引かせました渡辺、左を引かせました。松本ががっちりとガードを固めます。左のボディーブロー松本、渡辺の方が若干こう先手先手と攻めていっている展開になっております。左のストレートは松本です。第3ラウンド残りが30秒になります。渡辺が足を使ってそして上体を揺すってまいります。しかし松本も決して焦っているような表情ではありません。相手の動きをよく見極めるようなその目つき、眼差しをしております。飛び込んでいきました松本。左のボディーブローから右のダブル左ストレート、松本の左ストレート、また左を伸ばしました。しかし渡辺も冷静で相手のパンチをかわします。ここで第3ラウンド終了。このラウンドも互角です。10対10です。サウスポースタイルでボクシングを戦います松本浩二ですが、普段の生活は右利き、生まれつきは右利きです。ボクシングだけサウスポースタイルでしているこの松本なんですが、まあ、そのサウスポーにしたのが成功か否かはチャンピオンになって初めて答えが出るんじゃないでしょうか、とこういうコメントでした。21歳になりました。横浜高校時代は43戦37勝6敗というアマチュアボクシングの経験を持っております。昭和62年インターハイフェザー級の準優勝を成し遂げました松本。ここまでは互角の展開、米倉会長が入念な指示を与えます。試合は第4ラウンドに入ります。お互いに、ね、やりにくがってますね。どうしても先手を取れないということね。そのやりにくいというのは相手の力をこうお互いに知っているということなんでしょうかね。それとね、はい、やはり松本君にしたら、ね、渡辺君の右のストレートを気にしているということね。はい、ね、左のストレート松本浩二、それからね、はい、渡辺君にしたら、ね、打たれ弱いということを、ね、気にしますからね。やたらに攻められないということですよね。まあ、渡辺司の方はデビュー以来1ラウンドでノックアウト、これが4試合続いたんですが、その後若干打たれ弱いのではないか、そういった声も聞かれる時期がありました。その渡辺に対しまして松本浩二、時折このラウンドあたり、先ほどのラウンド中盤あたりから左のストレートをいきなり放ってまいります。松本自身は得意なパンチは特にありません。どのパンチでもタイミングよく当たれば相手は倒れてくれますという話をしていました。まあ、6勝のうちノックアウト勝ちは2つなんですが、お前の試合はノックアウトシーンがあまりなくて、あまり面白くないなというふうに仲のいい友達からは、まあ、いろんな意見を聞くことがあるそうです。しかしここまではなかなか冷静な試合運び。一方渡辺の方も途中の右ストレートを時折ポーンと見出してまいります。
和島さん、はい、松本の方がどうですかね、左のストレートを生かし始めてるようですね。左、ねはい、を生かすにはもっともっとあの自分が右利きなんですからね、はい、もっとそれをサウスポーにしたんですが、右をもっともっともっと使って相手の左を忘れさせなきゃいけませんよね。これはみんな全然出ませんよね。惜しいですね。松本がもっともっと右をどん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 出して、うるさいなうるさいなって思わせないと相手にね。今のところその右手の方はガードの方に気が入っているようですね。打つと必ずガードしますからね、はい、ウービングしたり打球にして右を打たないんですよね。まだ打ってませんからね。相手がだから安心して打てるようになるんですよね。渡辺の方若干口を開け気味に一人右のストレートを放っています。バトと下から突き上げた左のショートアッパーです。第4ラウンドも残りが少なくなりました。この緊張した試合展開です。あっという間に量が金が進んでいくような感じがいたします。フェザー級の決勝です。右のストレートから左を通した渡辺、しかしこれは松本がかわしています。残り15秒第4ラウンド、松本ボディ、松本もかわします。ここで第4ラウンド終了。八乙さんの回転は初めて下がってきました。10対9赤コーナーの松本です。先ほどのラウンド10対9松本と八乙さんの回転出ましたが、このね、ストレートのね、カウンター気味に入ったりね、はい、するんです。うまくね、あーですよね、もう入ってますね、うまく決めてるんですよ。ただね、単発で単調ですね、その後のフォローがないですね。これがあるとね、もっとはっきりするんですよね。さあ、後半に入ります。第5ラウンドに入りました。第4ラウンドあたりから単発でありますが、松本浩二の左のストレートがよく伸びるような感じになってまいりました。場内からは渡辺司の司コールが起こり始めました。故郷の新潟県六日町からも応援団が駆けつけております。松本君はね、はい、前半あまり動いてませんでしたよね、はい、ですからね、後半ね、アマチュアの時はどうしてもスタミナ気にするんですよ、はい、ですからこの後半ね、ガンガン来るかもしれませんよね。渡辺君は気をつけなきゃいけませんね。もしかしますと松本としては後半に、まあ、勝負といいますか、この試合の重点を持っていくという作戦だったんでしょうか。いや、元来ね、スタミナがないんですよね、松本君は、ね、そのあたりスタミナの消耗を考えてという試合運び。第4ラウンド岩田さんの対戦ですと10対9で初めてポイントに差が出ました。赤コーナーの松本、サウスポースタイル松本が10対9で取ったのが分析は、しかし渡辺の下から突き上げるパンチ、松本の左右の服です。左のストレートを左に伸ばす和島さん、はい、渡辺の方はこう攻め込むきっかけといいますかね、そういうのはなかなかこう見出せない感じですかね。そうなんですよ。あのね、それはね、松本君が攻めるとすぐね、両手でカバーするでしょ、はい、ここをワンテンポ、あのセントかけないとダメですね、渡辺君は。第2ラウンドあたりに若干こうフェイントをかける、あっと左、松本が左を伸ばしました。第4ラウンドの中盤以降、松本の左のストレートが徐々に目立つようになってまいりました。今度は松本浩二の浩二コールが起こりまして、後楽園コールです。超満員になりました。司コール、浩二コールが交錯いたします。左のストレート、松本、渡辺が距離を取ります。渡辺、松本ともにそのタイミングを図ります。チャンスを伺います。渡辺君はね、はい、松本君の右の足をね、踏んでるのも攻めなきゃダメですね。踏まなきゃダメですよね。ああ逆に踏まれてるところありますね。ああそうですね、はい、松本の右足、そして渡辺の左足が時折リング上で交錯いたします。ここ
ここで第5ラウンドが終了しました。このラウンド10対10、八幡さんの回転はまた互角に戻りました。さてこれから6ラウンド7ラウンドを迎えます。青コーナーのフェザー級第1位渡辺司です。上半身そして下半身ともに相当に汗が目立ってまいりました。物静かなファイター、得意は右ストレート。しかしここまでそのクリーンヒットはまだありません。自分はまだまだですと、まだまだ勉強することがありますというふうに語る控えめなファイター。宮城さんね、はい、渡辺君がね、右のストレートを突破口に、ね、はい、もう少し連打したらと思いますね。アマチュアの上がりの、ね、松本君だけにね、はい、連打をされると弱いんですよね。その辺を知ってるのかなという感じしますね、この試合見てますと、まあ、両選手とも同じようなことを言えるんですけど、単発ですね、はい、うん、本人とそしてセコンド人とそのあたり、まあ、どう判断してこれから組み立てで参りますか。和島さんね、はい、まあ、両選手の戦いぶり見ていますと、はい、いいところいっぱい持ってるんだけど、こうなかなか出せないで苦しんでいる感じがするんですよね。渡辺君は特にやはり攻め連打どん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 攻めていく、それはやっぱりできないんですよね。松本君のやっぱりいいところに転がってるわけですよね。松本君もやはりもう少し化粧をというやっぱりなんでしょう、お金を俺かけさせてもらうんだという気持ちで考えいきたいですね。それじゃあ完全に勝ったっていうのをちょっと何を気がするんですよね。何かね、松本君の場合守りながら打っていこうという感じを受けますよね。はい、まあここまで6勝のうち6パートナスがという数字もそのあたりを物語っているかもしれません。しかしやはりパンチはタイミングよく当たればいいんですというふうに語ります松本。今ね、はい、松本君が言ったようにね、当たればいいんですっていうあたりがやっぱりプロとしてその勝負に欲を持たなきゃダメなんですよね。当たるんだ、もうちょっと強いパンチしたい、よかったらもっと出したいというね、やっぱ思いたいですね。このパンチについてはタイミングを大事にしたいという松本。さあそして松本、試合は第6ラウンド後半に入っています。このね、ミュートしながら打つのはいいですね。松本君は、今日の現在は渡辺君がね、はい、高に攻めてますよね。これはいいですよ。こういうね、どん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 手を出していかなければいけないですね。こちらは5連勝中です。波に乗る上り調子、力をぐんとつけてきた両選手の戦いです。フェザー級のランキング1位と2位の顔合わせ、エキボクター賞金トーナメント、この試合に勝った方が賞金そしてタイトルチャレンジというチャンスをものにいたします。小さなパンチャー松本浩二、渡辺をアウトコーナーに詰め込んでいきます。体を入れ替えた渡辺、さあ今度は渡辺か。ここでこのラウンド終了です。このラウンド6ラウンドも10対10と八幡さんの回転が出ました。さて八幡さんね、はい、もうここまでほぼ互角の展開でいきましたけれども、7、8このラウンドどんなこう山場が、ね、あるのかまた期待してしまうんですがね。そうですね、どうしてもね、渡辺君はね、先手先手を取っているんですけどね、一発だけだからね、それで終わっちゃうわけですよね。それを松本がうまくね、カバーしながら、ごまかしてますよね、ボクシングはね。和島さん、どちらかが積極的にね、打たなければいけないんですよね。なるほど。和島さんね、ここまで場内を十分に沸かせてはいますが、はい、こうもっと割れんばかりのこう歓声が起こるようなシーンも期待してしまうんですよね。打ち合いなんですよね。打ち合いでもってね、沸かしてほしいですよね。今、渡辺さんのミニストレートが軽く松本の顔面を捉えました。渡辺君がね、やっと接近して手を出そうと思った時に
意外と松本君はいいパンチを打つんですよ。ですからね、渡辺君はその打ち合いできないんですよね。ですからやっぱり松本君の方がボクシングが上手なのかなと思いたくなりますよね。あ、そうですか。渡辺の方がランキング1位、そして松本が2位です。それにしましてもそのランキング通り素晴らしい力の接近した現在対決です。松本君はね、はい、渡辺君があの体勢を崩したときに必ずもう見てるもんね。ああ、そうなんですね。あれでやっぱりチャンスなかなか作りませんよね。惜しいね。その体勢を崩したときにパンチを見舞うということなんですね。そう、ちょっと寄っていって相手の態度をどういう態度をするか見て、それに対応するんですよね。はい、さあ、ここは接近戦です。接近戦です。もつれ合うようになりました。ニュートラルコーナー付近。足を止めます。このラウンドが終了しました。このラウンド、第7ラウンドは今度は10対9、青コーナーの渡辺です。さて、山田さんの体験ですと全くの互角になりました。の AC ボクター昇進トーナメント決勝戦、いよいよファイナルラウンド、最終ラウンドを迎えます。場内は松本浩二コール、そして渡辺貴コールが交錯しております。こちら赤コーナーの松本、そして最終ラウンド開始のゴングを待ちます青コーナーの渡辺。残りは1つのラウンド、第8ラウンドです。ラストラウンドの声が場内に響き渡りました。最終ラウンドが始まっています。和島さん、はい、両選手に何を期待しますか？もうこれね、あのチャンスをつかむよりもね、連打どのぐらいできるかですよね。チャンスをつかむなんていう、そういうあの暇ないですよ。攻めていけば必ずチャンス出ますから、どんどんやっぱり攻めることですね。山田さんはいかがですか？僕はやはり渡辺君の方が連打ができると思うんですよね。手数も出ますからね。この最終ラウンド、どちらが残りのエネルギーを振り絞って手数をまとめて相手に見舞うことができますか？ボクシング3分終わってからね、はい、もう完全にスタミナを残してないと、どのぐらいどんどんやってほしいですね。それにしても全く結末がわからない展開になりました。最終ラウンド、まもなく1分を経過。両選手ともに相手の出方を伺いますが、刻一刻と時刻は時間が過ぎていきます。さあ残り2分、どんなファイトをこの残り時間で受けてくれるんでしょうか。渡辺貴方、そして松本浩二、右のストレート渡辺、右をちょんちょんと2発返しました。左のストレート松本、
両選手ともにこの試合開始直後からなかなかいい動き、いいボクシングを見せてはおりますが、強烈な印象を与えるというところまでは、ここになかなかいきました。松本の右側と今度は渡辺の右です。渡辺がチャンスですね。さあ渡辺、さあ渡辺、渡辺倒すか。クリンチに逃げようとしてるでしょ、松本君は。はい、松本君はね、このラストラウンドでゴブゴブという時にこういうボクシーはダメですよね。もっともっともっと行かなければ惜しい。お互いに、ね、このラウンドが、ね、大事なラウンドだって知ってるはずですよね。ここまでは渡辺の方が若干手数積極性で上回っているでしょうか。最終ラウンド両選手ともに力を振り絞ります。接近戦、松本がボディを返します。また距離を取りました。残りが30秒切った。残り20秒、残りが10秒。さあ渡辺、松本ともに力を振り絞ります。ここでファイナルラウンド終了のゴングが鳴りました。八幡さんの採点ですと、八幡さんが悩んだ末、若干渡辺優勢かという表情を見せてくれましたが、さあこれは分からなくなりました。今採点表がこれから集められます。レフリー内田正和、そしてジャッジ阿部和夫、熊崎光大、この3者の判定が、採点がどう出ますか。フェザー級の決勝戦8ラウンドを戦い終えました。まもなく発表になります。ドライの試合の最初の結果を紹介します。ボルディ内田77対77、同ジャッジ阿部78対78、同ジャッジ黒崎79対78、松本お聞きのようにこの AC ボクサー賞金トーナメント規定によりまして、エキストララウンド、もう一つのラウンドを両選手で戦います。3者の判定は1対0、ジャッジ1人が松本にワンポイントリードという採点を与えましたが、1対0では決着はつきません。エキストララウンドに入りました。もうこうなりますとスタミナとかそういったことは全く言っていられません。競った展開になりました。ここは松本渡辺ともにとにかく手数、とにかく前に出てまいります。これはね、はい、この回で思いっきり打った方が得なんですよね。どちらかというとね、松本君はただただ手出すだけでしょ、はい、渡辺君は思いっきり打ってますよね。あ、これが当たりますとね、全然違ってきますからね。優勝が違うんですよ。渡辺右ラッパーです。渡辺右ラッパー和島さん、はい、渡辺の方がこう若干積極的でしたね。あ、でもね、あの松本君はどんどん打ってますよ。あの渡辺君はね、松本君が打ってきたらこうすぐカバーするでしょ。あれダメなんですよ。よくて打たなければ体を振って、両選手が体をぶつけ合うような打ち合いです。ここポンと簡単に打った渡辺、右のショータッパーです。右のショータッパー、もう一つ渡辺、タッパーを突き上げます。渡辺、松本は左のボディローセン。試合はエキストラウンドに入ります。大変な試合展開になりました。松本浩二、そして渡辺深田、もちろん若干そのスピードの
決勝戦の決着がつきます。ここポーンとパンチョンの首を取った渡辺、松本君はね、はい、こういう接戦になったら、あの右のあれが、一つの右の手が強いんですからね、得のはずなんですよね。もっともっと右をダブって、どんどん打てばね、いい勝負。こちら赤コーナーの松本浩二、そして青コーナーは渡辺司です。結果を待ちます。9ラウンド戦い終えました両選手です。これに対応した無差し優勝は赤コーナー判定になりました。ご覧のように赤コーナーの日本フェザー級に松本浩二、見事渡辺司を下しまして、フェザー級 A 級ボクサー賞金トーナメントのチャンピオンに輝きました。危ない、まっすぐ立っていては危ない、左右にステップワークを使いたい。ソロ巻きも効いてますからね。足に効きました、足に効きました。さあボディーから顔面、おっとダウン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 、ちょっと今のはちょっと曖昧でしたね。ゴングの方が先飛びました。レフェリーの上中さん、ゴングが鳴る前にストップかかったような感じしました、はい、一瞬ダウンかなと思いましたけれども、はい、ゴングで打たれながらも数少ないパンチを返します。そのとしかず右から左、右のボディーブローをその右左、おっと聞いた聞いた、ダウンダウン、左の腹が決まりました。さあ立てるか立てるか、あだいぶダメージありますね。おっと聞いてますね、ダメージあります。7、8、9、10、5点と10カウントを引きました。さあ新チャンピオンになりました、これからの抱負を聞かせてください。僕はもうこの試合前から結果、もう結果なんかもうみんな思ったる、僕負ける思ったる思いますけど、結果に関係なくこれでもう引退するつもりだったから、まだは僕はその考え方変えてへんので、これでまあ一回家の門にも言いますけど、はい、僕はここまででのつもりです。考え方変える気はないです。両選手リングに入場でございます。参りました。坂井アナウンサーによります両選手の紹介です。レイベント日本フェザー級王座決定戦10回戦を行います。赤コーナー日本フェザー級1位126ポンド米倉所属松本浩二、リミットいっぱいです。青コーナー日本フェザー級2位126ポンド壁井宝石所属
この3人の審判によりまして試合が裁かれます。昨年の11月に、園俊一選手が、当時のチャンピオンの浅川誠二を4回 KO で破りまして新チャンピオンに輝いたんですが、その後タイトル返上して引退、そしてそのタイトルの座をかけまして第41代のチャンピオンの座をかけまして両選手が対戦します。両選手は昨年の11月に A 級選手賞金トーナメントで対戦していまして、その時は引き分け、しかし延長して勝者扱いは松本でした。第1ラウンドのゴング鳴っています。さあ白井さん、はい、両選手昨年の11月に一度対戦をしているわけなんですが、これまた本当に接戦でも大変な試合だったんです ね、 本当ですね。しかも延長をしてですね、はい、本当にまあいい試合だったですね。したがって両選手も手の内は十分にこう分かっているわけなんですが ね、 もう分かっているだけにですね、またあのやりとも言えるし、またやりにくいか分からないですね。はい、さあ具志堅さん、はい、そうしますと試合のポイントはどの辺になってまいりますか。そうですね、やっぱサウスポーですからね、はい、松本君が、それがやっぱりストレートの勝負でしょうね。そうですか、はいはい、なかなか松本がいいストレートを当てています。左ストレート、このパンチが得意なパンチなんですが、前回対戦した時には松本がこの第1ラウンドに右の手首から、肘にかけましてちょっと肉離れを起こしてしまいましてアクシデント、その後右のジャブを使うことができなくて大変非常に苦しい試合だったと語っています。右のストレート早打ちになりました。早打ちですね今のね、黒いトランクスのこの渡辺はデビューから4試合続けて1ラウンド KO 勝ち、右のストレートには大変自信を持っている選手です。よく見てろよく見てろ、焦ろ焦ろ、左右のボディーブロー、なかなかね、両者ともいいですね、はい、いいところを狙ってますよ。まあ、初めてのタイトルをかけての試合どうでしょうか、動き、緊張感、それから硬さ、これはね、お互いにですね、ある程度緊張していることは事実はだろうと思うんですけどね、でもよくパンチをね、はい、繰り出してますね、ことに松本のね、左ストレートもいいし、またあれですね、渡辺ですか、はい、これの右のストレートがまたなかなかいいですからね、あとはもうスピードの勝負でしょうね。そうですか、ストレートが当たりました松本、松本の前回の試合でもこのパンチが何発か当たったんですが、ちょっと単発で結果的には安全運転をしてしまって苦しい試合といいましょうか、苦戦になってしまったと松本は語っています。なかなかね、松本は左のストレートね、いいパンチを打ってますよ、白いトランクスがサウスポースタイル、松本、黒いトランクスが渡辺、1位と2位の試合です。王座決定戦、おー、1人ボディブロー、右フック、今のボディなんかでもいいですね、はい、ここで第1ラウンド終了しました。赤コーナーのエネクラジムの松本浩二は昭和44年9月の27日生まれ、21歳、横浜市の磯子区の出身です。平成元年6月デビューで戦績は9戦しまして7勝 2KO1 敗1つの引き分け、昨年の A 級賞金トーナメント見事にこの今日の相手のこの渡辺と結果的には引き分け、その後しかし延長戦を行いまして勝者扱いで優勝を飾っています。そしてアマチュアでもインターハイフェザー級の準決勝、まで駒を進めましたし、それから関東大会でも優勝を飾って、その時には MVP を獲得しています。この松本、具志堅さんは第1ラウンドの攻防どのようにご覧になりました。今回はですね、これ再戦になるんですよね、はい、そうなんですね、お互いすごい気合が入ってるんですよね、これ、決着をつけるっていうことでね、それでやっぱりお互いね、いいコンディションでいますね。そうですね、立ち上がりもいいですね、はい、両者とも、したがって持ち味は両選手ともこう出してるとこう考えていいわけですか。全て出してるんじゃないですか。そうですか、はい、
前回11月の試合の時には、まあ、両選手とも、まあ、激しい攻防だったんですが、もう一つ攻撃がこう噛み合わずにクリーンヒットの少ない接戦でした。そして8ラウンド終えた後延長に入って渡辺が勝者扱いの試合でした。渡辺の右のストレートが当たっています。白井さん、だいぶ渡辺の右のパンチが当たるようですね。あの割にね、右を打つようになりましたね、やはりサウスポーにはね、やっぱり右を打たなきゃダメですからね、はい。まあ、前日本のジュニアフライ級のチャンピオンだった、倉持忠トレーナーと手取り足取りの本当にあのいろんなアドバイスを受けていましたが、特に右のストレートが流れるこの辺を矯正していました。それから渡辺はちょっと右に回ってしまうんだという癖があるんで、それをだいぶ矯正したと語っています。今左に回っています。武重さん、はいはい、松本選手の動きはどうですか。いいですよ、本当にあの、リズムがいいですね。そうですか。それであのやっぱりアマチュアのキャリアが あるもんで、はい、あのボクシングがうまいですよね、であの硬いガードもいいしね、はい、アマチュアでは43戦37勝 21KO6敗、数々のタイトルに輝いています松本。私はお互い互角に戦っていますね、はい、右ロック当たりました松本。ここで第2ラウンド終了しています。カトエビ宝石の渡辺司、昭和44年1月の1日生まれ、22歳、新潟県の六日町の出身です。デビューは昭和63年の5月です。身長は1メートル69センチ、戦績は15戦しまして11勝 8KO1敗、3つの引き分け。昨年は5戦しまして3勝 2KO2 つの引き分けでした。現在3引き分けを挟んで7連勝中です。昭和63年度の東日本のフェザー級の新人王を獲得していますこの渡辺。第3ラウンドが始まっています。右のフック、あの渡辺君のですね、はい、あの一発のパンチはやっぱりこういうものがありますね、あのパンチはありますね、はい、右のストレートですね。そうですね、これだからもうストレートの勝負と思いますね、はい、いいストレートですね。いいパンチが当たりました。要するにあの渡辺のパンチでシャープなんですよね、ことにあの右のストレートをね、はい、やはりさすがにタイトルマッチ、両選手とも気合の入ったなかなか本当にいいコンディションの中で素晴らしい試合を行っています。右のフック、だいぶ白井さん、松本の右の左ストレート、今の左、右の左ボディーブロー、白いトランクスの松本、やはりアマチュア出身だけにテクニックには大変定評がありまして、まあ、高校それから大学の先輩でもあります同門の前世界チャンピオンの大橋秀幸選手もテクニックでは、まあ日本ではもう最高の部類に属するのではないかという話をしていました。ボディーブロー、白井さんどうですか、この距離はどちらの距離と言えますか。これはですね、もう私にすればね、あの松本ではないかと思うんですがね、はい、まあそうかと言ってですね、渡辺もいいストレート打つんですよね、はい、両選手ともパンチを出すと当たるちょうど距離なってきたストレート、そうですよね、はい、お互いに打ち打たれね、してますからね、まあどっちがクリーンヒットを入れるかね、はい、これでしょうね。具志堅さん、両選手ともこうだと言いますが、はい、いいパンチが光りますね、角度もいいしね、はい、よくあのパンチも伸びてますね、お互いのね、あとはですね、
打ち続けるかということが大切なんですよ、ワン、ツーでなくて、やっぱりスリー、フォーっていうね、まとめて打つパンチがやっぱ欲しいですよね。まあその辺に関しましては、松本の方が1日の長があるとこう言われているわけですが、まあ、このラウンドもね、松本がちょっとね、いいですね、はい、だいぶ多彩なパンチを打ってまいります。連打が出るってことがね、いいことですね、はい。ここで第3ラウンド終了しました。第41代のチャンピオンの座をかけましての王座決定戦、それではこの前のラウンドの攻防をご覧いただきたいと思います。黒いトランクス渡辺、そしてサウスポーの松本が非常に素晴らしい左ストレートを見舞ったシーンをご覧いただきました。こちらが赤コーナーの現在上位ランクの1位の松本浩二です。前回の試合はどうも後手後手で見栄えが悪くて、後半こうだいぶ点を取られてしまった、左ストレートはしたんだけどもちょっと単発でセーブしてしまったのがやはり接戦になってしまった原因だったと、このように前回の試合を分析しています。この松本、白さん、そろそろどちらかが主導権を握りたいところですけどね。そうですね、まあ3回目ですね、はい、松本がやっぱり主導権ちょっと握ったようですけどね、連打が良かったことね、はい、リードパンチも良かったと、だいぶコンビネーションブローといいますか多彩なパンチがちょっと目につきましたね、なかなかね、いいパンチ打つようになりましたね、はい。左ストレート、ロングのパンチが当たりました顔面へ。まあここまで松本は7勝のうち 2KO、 ノックアウトの数は少ないんですが、まあ、米倉会長もパンチはあるんだと、そのコツさえ掴んでくれれば。今のパンチ怖いぞ、渡辺のね、はい、ショートのストレートパンチ。さあ松本が反撃を行います。11勝のうち 8KO という松本の必殺の身のストレート。なかなかね、はい、白熱しましたね、試合が。やはり具志堅さん、はい、前回同様にやはり接戦、非常に際どいいい試合になってますね。そうですね、お互い打たれ打ち返し、いろいろこううまく駆け引きを取ってるんですよね、はい、あとどこでフェイントをかけるかっていうことなんですよね、はい、本当にもう実力は互角なんですよ、で発注してますね。そうです、今して4ラウンドですからね、はい、時間は十分あるわけなんですよ、残りラウンドが。後半にも勝負を かけることができますからね、前回は8回戦、今回はタイトルをかけての10回戦、その辺もやっぱり勝負のこうあやになってきそうですね。そうですね、勝負はやっぱり9回10回に来るわけなんですよ、はい、だから今これやっぱりこのテクニックっていうかね、このフェントフェントで行くのも大切なんですよね、はい。渡辺が前進を図ります。左フック、右のアッパーカット、ガードしてるかどうだ。松本が左ストレートで反撃です。相打ちになりました。どっちのパンチが当たっているか、効いているか。右のアッパーカット、左ストレートショート、松本左ボディブロー。松本が渡辺をロープに詰めましたが体を入れ替えました。今松本にストレート入りましたね。そうですね、はい、いいパンチでした。ここで第4ラウンド終了しています。その年数がタイトル返上引退、その後を受けましてチャンピオンの座をかけましてのフェザー級の王座決定戦は松本浩二対渡辺司の試合です。左側青コーナーの渡辺は前回の試合攻めてはいたんだけれどもポイントをしっかり取ることができなかった。今回はしかし、筋肉トレーニングを十分にやってパワーもついたと思う。課題はやっぱり相手の左ストレートをもらわないことであると、このように語っていました。第5ラウンドに入っています。白井さんはここまでは松本の多彩なこのコンビネーション、これをだいぶ勝っているようですね。3ポイント勝ってますね、松本が。
具志堅さん、はい、まあ、渡辺が前進を図りますが、松本も下がりながら自分の距離をこうしっかりこう取るような感じのボクシングやってますね。そうですね。あともう一つはですね、はい、渡辺君はあのウイミングダッキングが欲しいですね。あ、なるほど。あの正面に構えすぎなんですよ。どっちかにやっぱりダッキングしなくちゃいけないですね。それがあのやはりあのこの渡辺の今までの課題でもありました。そうですね、そうしないと松本君の左ストレートが飛んでくるわけなんですよ。はい、もう少し体を振ってほしいですね。そうですね、はい、あのよくやっぱりスウェーバックするときにも真正面に行ってしまうんで、結構相手のパンチをまともに食ってしまうことが多いんだという話をトレーナーしてました。それとあの松本君はですね、ガードがすごい硬いわけなんですよ、はい、だから正面から行くっていうのは難しいなんですよね、だからガードを崩す、はい、横から攻めなくちゃいけないんですよね。なるほど。第12回のチャンピオンカーニバル、これが3試合目、王座決定戦はこの試合が初めてです。ちょっと平井さん、渡辺が打ちあぐんでるようなところありますか。ちょっとね、あの手は出してるんですけどね、やはり当たってないんですよね、はい。松本の方が変化がありますね、打つことね、はい、うん、おチャンスですね、はい、松本レンジから松本、アッパーカットを突き上げました。左ストレートが当たった右を感じて思い通り、ここでオングゴングが聞こえない。第5ラウンドを終了しました。ラウンドガールの中野由紀さんが次のラウンド第6ラウンドを告げています。フェザー級の王座決定戦、この松本浩二なんですが、1月の8日から10日間長崎の諫早で、前世界チャンピオンの大橋秀幸、そして前日本チャンピオンの中島俊一、あるいは古城健一郎らと、キャンプを行ってまいりましたが、ちょっと1週間ほど風邪でダウンをしてしまったということなんですが、ここに来て体力は回復してまいりまして、この試合に入る前で競泳ジムの強打者の豊里進ともかなり激しいスパーリングも行ってまいりました。どうでしょうか、白井さん、じわじわと松本のやはりうまさがこう目についてるんですか。やっぱりね、まあ、なんて言いますかね、接近してもですね、離れても、どっちかというと松本の方がやっぱりあのマークリードしてるんですよね、はい。まあ、試合巧者の面もありますね、渡辺自身の方はとにかく中盤以降が勝負で、まあ、中盤以降にどちらがその切り出すかと、それがこの試合の分かれ目であろうという話をしてましたけど、渡辺の場合はね、あまりあの、ほら足ね、足を使わないでね、はい、それで迎え撃ってるんですけどね、あの松本の方がですね、フットワークがまたいいんですよね、はい。具志堅さんは前半の攻防はどのようにご覧になりました。そうね、やっぱ松本君がややリードしてるってことですね、はい。左ストレート、だけどこのクロスはですね、一発がありますから、やっぱりこれは最後まで目は離せないですね。なるほど、はい。まだまだ渡辺の右のストレートもその威力は全く劣れていませんし、はい、ありますよ、そういう面じゃね、やっぱり気を抜いたらね、危ないわけですからね、はい。本当にあれですね、まあ、今打ったようにね、渡辺の、はい、あの場合はね、右のストレートを狙ってますね、狙ってるから今度は他のパンチがねあんまり出ないのかもわかんないですね。まあ、どうしても渡辺の場合は右のパンチが強いんで、それに過信してしまう傾向が少し、ね、あるということをあの本人自身が言ってましたけども、それがね、それだったらね、もっと左を使ってですね、そして強い右をもっと強くね、すべきですね、はい。やはりいきなりこう右の方から入ってくるケースがちょっと出るようなところもあります。それとね、やっぱり攻撃が単調ってますかね、ちょっとね当たればいいんですけどね、はい。
両選手2度目の対戦です。もう手の内は十分に分かっています。しかも試合は後半に入っています。第6ラウンド、具志堅さん、松本がこう一気加勢にいってもいいような感じもしないでもないんですが、その辺はどうなんですか。だからあのパンチがね、単発っていうかいいのが当たってるんですよね、それをだから本人がいかにいくかっていうことでね、もう少しだから手数をね、出せばいいんですけどね、3発4発がね、ラウンド中盤はだいぶ打ってまいります。この松本せっかくいいチャンスを掴んでますからね。そうですね、渡辺君はもう少し動き欲しいですね。動きね、はい、ここで第6ラウンドが終了しています。勝った方が第41代の日本フェザー級のチャンピオンに輝きます。この試合赤コーナーが米倉ジムの松本浩二、左側琴海老宝石の渡辺司の一戦です。昨年の秋に一度対戦、その時は引き分けでしたが、8回戦を戦った後1回延長を行いまして、結果的には松本が勝者扱い。これが2回目の対戦という両選手です。第7ラウンドに入っています。黒いトランクスが渡辺、白いトランクスが松本です。ミドルストレート、あっとこのパンチです。これはいい、このパンチどうでしょうか、ちょっと足にしたか、いきなりのミドルストレートが当たりました。渡辺、おっとダウンは渡辺だ。右のフックか、渡辺がダウンです。どうでしょうか、タオル投入、タオル投入。第41歳の日本フェザー級チャンピオンは米倉ジムの松本浩二、あっという間でした。いや驚いたぞな、勝者松本やったり。さあ、そのノックアウトシーン、フィニッシュブローをご覧いただきましょう。このパンチが当たったんですが、そうです、グラッとしましたね、ここで、これですね、この後これ、あー、やっぱり右のフックが一発二発当たってショートの右のパンチが顔面当たりました。見事な第7ラウンド、松本浩二チャンピオン獲得へのこのノックアウトパンチになりました。白井さん、改めていかがですか、ご覧になって。いや見事でしたね、右のストレート打ってね、その切り返して、いや、左のストレートから、はい、右のフックテンプルね、見事でしたね、はい、いやー、具志堅さん、本当にあっという間のこれぞボクシング、 そんな感じでしたね。いいタイミングが良かったですね、角度がやっぱり良かったですね、はい、